こんにちは、名古屋の伊藤です。今日は、僕がやっていることをデモンストレーションとして施術のデモをやってみたいと思います。もうね、被験者の方には寝ていただいてるんですが、まず評価としてね、どの辺に制限があるのかなっていうのを調べておいて、この方の場合ちょっと胸椎の上の方に制限があるので、頸椎とかの可動域をチェックしておきましょう。で、まあこんな感じです。ちょっとこのアングルでは 見にくいかもしれませんが、まあ、まずリンパを今流しています。この鎖骨のとこにリンパの、なんていうんでしょうね、最終地点があるので、まずここを流しておきます。これだけでももうなんか胸椎の上の方が緩んできた感じがあるので、試しにね、本当にこれだけで変わってなかっていうのをちょっとやってみたいと思います。見た感じでは変わってるかどうかわかんないですが、僕がチェックした感じではかなり胸椎と下部頸椎が結構変わってる感じですね。肩の下から胸椎周辺の、まあ、筋膜、菱形筋とか脊柱起立筋のあたりですね、この辺を今やってます。で、今収録している2019年の時点で僕がかなり使っているのが脳を包んでいる硬膜のワークなので、それを結構施術の中では取り入れてますね。今からやっていることがその硬膜のことです。筋膜組織だったり膜組織のつながりを考えていくと、もう全てはつながっているっていうことは理論的に言えるんですが、なぜかこの頭の膜をやるとかなり全身の方に影響がいくと、そういう感じがね、しています。このカメラでは通じないんですが、この被験者の方の頭の温度がかなり上がってきてますね。おそらく巡りぐりが良くなってきたんだと思います。ではここでもう一回首の可動域チェックします。かなり動くようになってますね。すごい、楽で。頭をやっておいて、この制限のあった胸椎の上部だったり、あの首の方の頸椎の下の方がかなり楽になっています。あとはどこに制限があるかなという感じなんですが、鎖骨の周辺という感じかな。これはリンパではなく、僕は今その鎖骨の下奥にある鎖骨下筋っていう筋肉に意識を置いています。この鎖骨下筋が硬くなると胸郭出口症候群っていう、あの肋骨の上の方とか鎖骨の裏の方が痛くなるっていうことになりやすいし、この鎖骨下筋はあの胸の奥の筋肉とかと筋膜的なつながりがすっごく強いので、かなり重視しています。鎖骨下筋が硬くなると、まあ、いろんな、ね、神経を圧迫しちゃうっていうところなので、こう、まあ、肋骨の上の方の神経痛とか胸の痛みとかっていうのも関わってくる場所ですね。すごくちっちゃい筋肉なんだけど、筋肉的にはね大きくはないんですけど、体のつながり的には超大事な筋肉です。今はね、あのビフォーアフターとして頸椎の可動性をやってるだけなんで、毎回これをやるわけではなくて、あくまでデモンストレーションとしてどれだけ変わってるかっていう指標で、今頸椎を側屈の可動域をチェックしています。で、今この方の場合はお腹のリンパも少し滞っているので、乳尾層っていう内臓とかからのねリンパを吸い上げてくるリンパを今やっています。
よくリンパっていうと痛いとか、ね、脂肪をこう、潰すだとかそういうイメージがあるんですが、本当はね、ソフトであるべき手法なので、痛いとか傷がつくっていうことはもう限りなくゼロに近いですね。ではこれでまた首がどうなったか。ちなみに僕が反対の手で肩を押さえる理由っていうのはですね、例えば両手でこう首をやっちゃうと、もし肩が硬ければでついてきたら意味がないので、それを分離させたいから、ちょっとね肩をこうやって押さえてます。かなり柔らかくなってますね。で、脇のリンパを流したいのでちょっと上開いてください。はい、閉じて両方お願いします。はい、ちなみに脇のリンパっていうのは肩、胸、背中、おへそより上、そして首より下のリンパっていうのは全部一度脇に集まっていきます。なので肩とか腕とか脇とか脇腹とかその辺のリンパをやりたい時っていうのは必ずこの脇、液化リンパ節っていうのを流していきます。かなりまた柔らかくなってますね。なので首が硬い、肩が硬いと言ってもそんなにゴリゴリ強く押す必要はないんですね。あとは頭を今触ってるんですが、意識は脳の組織なんですね。まあ、見てる方なんだそれみたいな、脳って意味わかんねえよってなるかもしれないんですが、まあ現象としてはね、いい変化がかなりあるので、ただ頭を触っているようにしか見えないけど、まあ僕の経験上かなりね、いろんなことに効果を発揮している技術だと思ってます。あんまり空間の認知得意じゃないですか？得意じゃないですね。まあ今音声が拾えなかった時のためにね、あまり空間の認知が得意ではないと、例えばその大きいねショッピングモールとかに車を止めてね、2時間ショッピングして帰ってきたら、どこに止めたっけみたいなことを空間の認知っていうんですね。大きいショッピングモールとか行って4階5階とか行って、あれ今どこだっけとか、そういう位置関係のことを空間認知って言います。方向音痴です。方向音痴だそうです。で、空間の認知っていうのは脳の奥にある海馬っていうところと関わってて、今僕の右手ですね、この横のおでこのとこっていうのは海馬に意識を持っていってます。で、この左手っていうのが、この左手ですね、こっちの手っていうのが海馬とすごく近い扁桃体っていうところですね。ストレスだったり不安とか恐れとか、そういうまあ根本の感情といいますかね、その辺を司っているところに今アプローチをしています。頭がすごく今熱いです。今触られてて何か変化はありますか？気分が遠くに行く感じ、宇宙に行ける感じ、ふわふわしてます。かなり右半球、まあ右脳の部分っていうのがこう活発に働いてるかなっていう感じですね。まあリンパを流しているんですが、一般的にねリンパって聞くと美容とか小顔とか肌の張りっていうね、広告とかそういうイメージがあるんですが、もちろんそれもそうなんですが、さっきから、冒頭でねお見せしている通り、この首の可動域とか肩の可動域とか、今日は見せてないですが、腰とか足の可動域とか、あと痛みですよね、肩のこりとか痛みにも関わってくるので、リンパっていうのは美容だけじゃない、いろんなことに効果がある技術です。じゃあ最後に可動域をチェックして終わります。かなりいくようになりますね。
はい、ということでかなりねこれだけの時間でも変化が出るようになりました。これがね僕がやってることで、本当はね50分とか60分やってるんですが、今日はこの短めのねデモンストレーションをやっていきました。今日は以上です。ありがとうございました。